こんなトトロは嫌だ。僕ジュン、僕ムツキ。ボロボロ腐ってる。おい待ってくれよ。どうだい新しい家は。お父さんこの家結構小さいんだね。なわけあるかい。君は誰？マックロクロスケ？うぼー、君うぼーって言うんだね。うん、困ったね。あ、うん。あ、かなこじゃん。うん。いらない。うん。濡れた方がマシ。うん。背中にファスナーある。あの、これじゃなくてこれ貸してあげる。あげる。レインコートだったのか。それにトトロからもらったお礼も家に帰ってから開けてみました。そしたら中からトロロ丼が。さらに請求書も入ってたので支払いとして庭にどんぐりでも巻いてトトロが勝手に回収することを願います。今時の授業結構進んでるのね。ぬぱあんぱあれ大丈夫。無理しなくても。もっとやってる。もっともっと。届けるんだ。このトウコロモコウコロコウコウモロコトウモコウコウモコウロコモコ。木が避けて。うわあ、車が避けてる。ごめんなさい、ただの口内炎なのに。なんとか伝票を打ってもらったわ。うん、そうだね。あの子たち見かけよりずっと世話が大変なの。うん、そうだね。ああ、帰りたくない。うん、そうだね。退院したらうんとわがままを言うつもりよ。おいおい、家事全部やらせようかしら。バイトもさせて少し稼ごうか。ねえやね。トトロ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 